陸上自衛隊小倉駐屯地曽根訓練場の中にある6棟の巨大な廃墟、東京第二陸軍造兵廠曽根製造所です。この建物では1937年から7年間にわたり主に毒ガスを砲弾に詰め込む作業が行われていました。建設から80年以上経った今も当時のまま残され、関係者以外は立ち入ることが禁止されています。この毒ガス工場で作られていた化学兵器は主に日中戦争で使われ、多くの人の命を奪いました。当時も化学兵器の戦争での使用はジュネーブ議定書で禁止されていましたが、日本はこれを破っていたのです。曽根で作られていた毒ガス弾、製造の始まりはここ大久野島でした。瀬戸内海に浮かぶ広島県竹原市の大久野島、現在はうさぎの楽園として多く客が訪れる観光地となっていますが、戦時中は日本の化学兵器の製造拠点でした。地図から消されたということですね。まあ、大久野島は毒ガス製造をしているということを隠すために戦争中は地図から消されてたんですね。大久野島には1927年に旧陸軍の毒ガス工場が建てられ、大量の化学兵器が製造されました。毒ガス工場で働いていた藤本康馬さんです。初めて島に上陸したときに強烈な違和感を感じたといいます。船乗って上陸した、そこへと上がった途端、鼻がちぎれそうな、刺激症、鼻が痛い、喉が痛い、目が痛い、これはとてもじゃないが、普通の薬品工場ではない、これは毒ガス、直感的に思いましたよ。藤本さんは浴びると皮膚がただれ、死に至る化学兵器類サイトの製造に携わりました。中枢神経が障害を受けて平行神経がなくなる、フラフラ歩く、立つ時には何か持たなければ立つことができない。第二次世界大戦が激しさを増す中、藤本さんたちが働いていた大久野島だけでは化学兵器の製造が間に合わなくなります。そこで新たな毒ガス工場の建設地として選ばれたのが旧小倉市、現在の北九州市だったのです。生産量がどんどん増えてくるともう忙しくなって場所的にも難しいということで、兵器に詰め込む工場は別個作ろうということで、だから曽根はまあ大久野島の分かれた工場ということ。なんで曽根が選ばれたいことは、入れる容器を小倉で作った、化学兵器を入れる砲弾を作っていた北九州市に新たな工場を建設した旧陸軍は、大久野島で作った毒ガスを船や列車で運び込み、化学兵器を完成させました。北九州市で作られていた化学兵器がいかに危険なものだったか、専門家は工場の窓の大きさなどから推察できるといいます。
換気口を広く取りたかったんじゃないかなと思うんですよね。少しでも換気を良くして、中の空気が滞留しないように、外の新鮮な空気を取り入れられるようにっていう配慮なんじゃないかなと思いますね。1944年まで作られていた化学兵器は終戦後、近くの神田港から海に捨てられました。2001年以降、捨てられた化学兵器は相次いで引き上げられ、これまでにおよそ3000発の毒ガス弾が処理されています。現在も化学兵器が作られた物的証拠は残っているものの、加害の歴史のためか文書や記録の多くは失われ、あまり語られることはありません。毒ガス工場で働いていた藤本さんは、戦争を繰り返さないためにも被害の歴史と合わせて加害の歴史も語り継がなければならないと話します。一人や二人だな、何万人虐殺をしてるんだ。毒ガスは加害の証拠ですよ。加害の証拠を忘れたら、平和学習はする価値はない。